皆さんこんにちは、浦岡です。この番組では皆さん気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。さて、今回ご紹介する商品はこちら、よいしょ、 UFC シューターズケース。ガンレストにもなるメンテナンス用品などを効率よく収納するすごいやつ。はい、外寸ですけれども、サイズが長さ、この長さですね、長さが615mm、 幅が 290mm ですね、ここはね。で、高さが 200mm で、重量が 2550g。 上蓋部分とガンレストの2層式になっておりまして、今ね、ちょっと中も少し入れてあるんですけど、でこのガンレストは付属パーツをね、シューターズケースのこのはめ込むことでレストとして使用することが可能となっております。で、射撃に必要なガンクリーニング用品などを効率よく収納できるケースとなっておりまして、実際にね、ちょっと中見ていただきたいんですが、ここ開けてもらうと上蓋の部分で、ここね、小分けのケースとかもあったりします。で、このサイドの部分開けてもらうと、こっちはこっちでね、またケースもできるんですが、ここにあのガンレスト用のこういうパーツが入ってまして、これをこの溝のところにね、ちょっと一回物を出しますけど、こんな風に。で、こっちは高さが一応調整できるのかな。で、このようにしたところで、まあ、銃をね、こうこれでまあメンテナンスしてもらったり、あとは射撃をね、実際にこれでもできますけど、エアガンならね、反動がないんでこれでできますけどね、実銃だとこのことボーンって動いちゃうかもしれないっていう、こういう形ですね。で、メンテナンスができたり、射撃ね、ゼロインとかの時にもね、確実にゼロインしたいという方はこういうやり方もありかなと思います。はい、こちらね、サバゲーやシューティングコンペでもメンテナンス用品を持ち運べて便利、ガンレストとしても使えるということで、皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのは UFC シューターズケース、5分シリーズですけどね、ちょっと簡単な商品なんで5分いかないで終わってしまいますが、レビューがご了承ください。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。